はい、皆さんこんにちは。畑田憲和です。今日ですね、ドローインの方法とコツご紹介したいなと思います。ドローインのメリットとしては、反り腰の予防改善だったりとか、あとボディメイク的に言うとお腹痩せですね、ウエストのサイズダウンを測ることができます。でどういうことかというと、ドローインで主に働く筋肉はこのように腹横筋が主に働きます。でこの腹横筋はですね、肋骨と骨盤を横方向につなぐ筋肉で、まあ、例えるなら、コルセットとか、あと肝の伸びとかですね。あとは、まあ、太いベルトをイメージしてもらって分かると思うけども、こういったこの横方向に収縮をする筋肉です。ですので、この腹横筋が伸びて縮むと、コルセットとか帯を、肝の伸びをギュッと締めるようになるんですね。皆さん、実際に締めたら、コルセットとか帯を締めたら、ギュッと。反り腰が改善しやすくなったり、あとはウエストのサイズがね、細くなったりしますね。ウエストのサイズが細くなって、上方向に姿勢が良くなりますので、このウエストのくびれをつくれでも、この腹横筋、ドローインを使って、この腹横筋をね、働かせることがすごくね、重要になってきます。で、ドローインは、この腹横筋を伸びて、ギュッと縮ませるような働きがあります。で、筋肉は伸びて縮むという働きで、すごくね、大きく活性化しますので、この腹横筋をギュッと縮ませるのはドローインと思ってほしいです。で、このドローインを収縮されるんですけども、まずは、仰向けですね。仰向け。で、仰向けになりまして、鼻で吸って、口で吐くんですけども、鼻で吸った時に、お腹、この腹部から腰を膨らませていきます。で、胸に空気がね、胸式呼吸のように、胸に空気が一切入らないように、横隔膜を下げて、お腹、脇腹、腰に、360度、均等に空気を入れていくのがすごくポイントになります。鼻で吸って、お腹、脇腹、腰。この360度均等に膨らまして、口で吐くときに、さっき言ったコルセットの肝の帯をギュッと締めるように、ウエストのサイドを締めるようにして、口で吐いていきます。ちょっとやっていきます。今日はね、手をここに置くと難しいので、手をね、こちらにして、お腹、脇腹、腰が見えるようにしたいと思いますので、ぜひ見てください。まずは、鼻でゆっくり吸います。お腹、脇腹、腰を360度均等に膨らませたら、で、ウエスト全体を細くして、帯をギュッと締めるような感じですね。もう一回、鼻で吸って。この時にウエストのサイズがダウンしていきます。鼻で吸った時はお腹だけポコッと膨らんで腰は反るんではなくて、お腹、脇腹、腰を360度均等に膨らませて、ゆっくりウエスト細くして吐いていく。で、よくある間違いとしては、今言ったように、腰が反ってお腹だけ膨らむ。お腹だけが、膨らむ。これダメですね。お腹だけが、膨らんで腰が、ここが反るっていうことは、これはうまくできていません。均等に膨らましていくことができていないので、ちゃんとね、筋肉伸びてないんですね。これではなくて、お腹、脇腹、腰を360度、均等に膨らませていく。これがすごく大事です。で、もう一個間違いとしてあるのが、胸に空気が入ってしまって、胸が動いてしまう。胸に空気が入って胸が動いてしまう。で、確認する方法としては、ちょっとね、胸に手を添えてもらって、ここの状態が、この胸が一切動かないように、お腹、脇腹、腰を膨らませて、ウエストを細くしていく。もう一回いきます。鼻で吸って、お腹、脇腹、腰を360度膨らまして、締めていく。コルセットを締める働きですね。このような状態で吐いていく。で、吸って吐く秒数としては、鼻で吸うときに、だいたい3秒か4秒で吸っていきます。で、ゆっくり4秒から6秒かけて、細く長く、ろうそくの火を、で消すんではなくて、なびかせるような感じで、ウエスト全体を細くしていって、細く長く吐いていきます。これがポイントです。で、腹式呼吸、筋トレ初心者の方では、結構難しかったりするので、こういった場合は、椅子とかバランスボールを用いて、このように、股関節を90度にしてあげると、比較的、やりやすいです。鼻で吸って、お腹、脇腹、腰を膨らまして、
ウエスト全体細くする。吸ってウエスト全体細くするっていう風に4秒から6秒かけて吐いていきます。このように今90度にね、股関節曲げると膨らみやすいので、ぜひね、やってほしいなと思います。難しければね。で、確認方法、腹横筋を確認する方法としては、この出っ張った骨を、出っ張った骨ですね、出っ張った骨の斜め内側に指2本分ぐらいですね、指2本分ぐらい触れると分かりやすいです。このここに手を添えて、中指とかこの人差し指が、まあ、こういう字を書くの感覚がね、敏感な部分なので、中指、人差し指で触れて、触れていって呼吸をして吸います。で、吐くときになんか下からですね、ボコボコと出てくるような感覚が得られますんで、そういった状態が強くあれば、うまく腹横筋が働いている証となります。この時にね、結構ね、左右差も結構出てきやすいので、左右差もこっちの右手と左手で確認して、どっちが出てるのかな、どっちが、まあ、活動大きいのかなっていうのも感じてもらったらいいかなと思います。弱い方は、感受性が弱い方、ここはあんまり出てないなっていう方は、こっちをね、意識しながらゆっくり、ふーっと吐き切ってもらうと出すような感じを持つと、この左右差もね、筋バランスも構成されてきますので、ぜひね、この反り腰予防、あとはお腹痩せに重要なくびれを作る筋肉ですね、ドローイン、腹横筋をキュッと締めるような呼吸やってほしいなと思います。これを10回、1日ね、3回から4回ぐらい繰り返してみてください。はじめはそこからでもいいかと思いますので、ぜひね、頑張ってほしいなと思います。まあ前ね、IAP 呼吸に関してはちょっと伝えてますので、今日はね、ちょっとドローインという呼吸をやりましたので、まあ今度はね、まあ、いろいろ呼吸としてもあるので、胸式呼吸だとか、あとはまあブレーシングとかね、いろいろ呼吸の仕方あるんですけども、ちょっとね、また出していきたいと思います。今日はドローイン。お腹痩せ、反り腰予防に大事です。ぜひやってみてください。またお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。失礼します。